ミコが予言を語る姿。1893年にスウェーデンで出版されたフレデリック・サンダーバン、死のエッダの差し絵より、ミコの予言とは、コエッダの最初に置かれている、エッダ詩の中でも最もよく知られた一節である。ミコ、ボルバがオーディンに語りかけるという形で、世界の創造から、終末の到来、世界の再生までを語る。 北欧神話を研究する上で最も重要な資料の一つとみなされている。この詩はスノーリのエッタに一部が引用されているほか、その全体が王の写本とハウクスボークの中に残されていた。王の写本では63連のコインリ詩からなっている。予言はオーディンへの語りかけから始まる。そしてボルバは世界の創造に関する物語を短く語る。 彼女は自身がいかにして知識を手に入れたか、そして彼女がオーディンの全知の源泉、および他のアースガルズの神々の秘密をも分かっているということを説明する。彼女は北欧神話の様々なエピソードに触れた後、ラグナロクとそれに続く世界の再生について語って終わる。途中、小人の妖精、ドベルグについて語られている部分があり、この節は、 ドベルグ一覧表と呼ばれることもある。通例この部分は後に書き加えられた部分とみなされ、編集者や翻訳者によっては省略されることもある。巫女の予言は、王の写本とハウク・エルレンズソンの著作、ハウクスボークの中に残されていた。また、多くのツラネが、スノン・ディストルルソンによるエッタの中に引用されている。各くツラネの順番や総数。 内容はこれら資料によって異なっている。さらには、後世の編集者や翻訳者によって、連ねの配列が変更されることもある。以下に、巫女の予言全文を日本語に訳している文献を出版都市順に並べる。また、全文をまとめて掲載しているわけではないが、かなりの分量を訳している文献として、がある。ありがとうございます。